ちょっと世界一周してくるという YouTube があります。のじけんさん、YouTube です。世界中を冒険している、とても興味深い。ご紹介する YouTube では、イスラエルに監視され統治されて、パレスチナの人々がどう生きているのか伝えています。パレスチナの人々、とてつもない迫害にあっている。1994年、極右の医師が銃を乱射し、パレスチナ人が29名死んだ。この惨劇が起きたヘブロン市。エルサレムの南のヨルダン西岸地区の都市だ。このおかげで、1993年のオスロ合意が吹き飛んでしまった。ヘブライ市をイスラエルが統治している。ずっと住んでいるパレスチナ人を追い出して、現在住んでいるパレスチナ人の様子。見てください。まずはパレスチナ自治区。アラブの市場、普通の様子です。それでは、イスラエルに統治されるパレスチナ人の居住区を見てください。歩道には上にネットが張られています。歩道の左側の建物に住むイスラエル人がゴミや石を上から投げてくるのです。嫌がらせです。我慢しても、結局、強制退去。追い出され、そこに、イスラエル人が入植してきます。イスラエルの兵士が監視します。こんなにたくさんのゴミが投げられたんですよ。